第3章、韓国の家族主義と男女観、父系絶対主義社会の実像。韓国の家族主義について、韓国が家族主義の国だというと、日本もそうだという人が多い。そして今の韓国の封建的な家族関係はかつての日本と同じではないかとも言われる。確かに半分は当たっている。しかし残りの当たっていない半分に目を向ける日本人はとても少ないように思う。そのためいつも私はその残りの半分について強調することになってしまう。韓国人が友達を作るとき、お互いの秘策を話し合い、極めて緊密な関係を結ぼうとすると先にお話しした。しかしこれはよく誤解されるのだが、家族に模して家族同様の親しい関係を作ろうとするものでは全くない。家族制度があまりにも強力なものであるため、なんとか家族から離陸した関係を作ろうとそうするのである。それだけ特別なちぎりを交わさなくては、他人同士が互いに信用し合うことができないのである。例えば次のような実話が抗日運動時代の韓半島にある。抗日戦線を戦うある一部部隊が日本軍の背後に迫り、あと一歩でその軍団を絶滅させられるという状態に至った。その時隊長のもとへ父親が亡くなったという知らせが届いた。そのため隊長は即座に部隊を引き上げ、自分は国に帰って3年間喪に服した。この隊長は韓国では功を尽くした立派な人だと尊敬されている。これが日本であれば、支持のため敵前逃亡を図った非国民と非難されたに違いない。もちろん戦前の日本に限らず、現在でも家族よりも会社、家族以外の社会関係を優先する日本人は厳然として生きている。日本のプロ野球で大切な試合の最中に親が亡くなり、その報告を受けながらもバッターボックスに立った選手によく悲しみをこらえて頑張ったと多くのファンから称賛の声が送られたということを本で読んだことがある。韓国でならば何という親不孝者かと非難されることは日を見るよりも明らかである。いや、私はそうではないという日本人もいる。でも話を聞いてみると、例外なく制度としての家族をではなく、家庭という名のプライバシーを大切にしているということなのである。私が言うまでもないことだが、韓日の伝統的な家族制度は次の点で大きく違っている。韓国の家族制度は血の純粋性を守ること、しかも父系の血統を持続されることが最大の目的である。一方日本の家族制度は非血縁の参入を容認する疑似血縁の家族制度であるあり、血統ではなく家の持続が最大の目的である。したがって日本人が家族同様のお付き合いをといえば、それは一つの家の元にいる同じメンバーのようにという意味である。私は日本人から初めてこの言葉をかけられた時、
何を言いたいのか意味がよくわからなくて聞き返したものだ。そしてそれが言葉通り同じ家族のメンバーのようにの意味だと言われるとゾッとしたことを覚えている。血のつながりを他人の間に連想して生理的な気持ちの悪さを感じたのである。日本の家族制度は韓国と比較すればとても緩やかで弱いものである。だから友達との関係に強力な契りを必要とはしないのだ。そこに韓国のように劇場の通じ合いを求めることのない淡くほのぼのとした友情が可能となっている。